皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は動名詞の練習問題を解いていきます。動名詞というのは動詞に ing をつけた形で何々することという意味で、名詞の働きをするもの、そういうものでしたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文の意味に合うように英文を完成させましょう。こういう問題です。括弧1、写真を撮ることは面白いと。こういう英文を作ります。写真を撮るというのは、take pictures ですね。この take の部分を ing をつけた形に変えて、Taking pictures is interesting. Taking a picture is interesting. Take は E で終わっているので、E を取って ING という形にしますね。括弧に、私は海で泳ぐことが好きです。私は海で泳ぐことが好きです。海で泳ぐというのは、swim in the sea ですよね。この swim、これを ing の形にして I like swimming in the sea. I like swimming in the sea. Swim は M を重ねて ing でしたね。 I like swimming in the sea. これで私は海で泳ぐことが好きですという英文が完成しました。四角2番です。下線簿に入る正しい方を選びましょう。一郎 wanted TV とあります。括弧には watching と to watch、 動名詞と不定詞があります。文章を見ると want がありますよね。 want、 hope、 wish の後ろには不定詞を使うという決まりがあったので、ここでは to watch、不定詞の方を選びます。括弧2番、 She finished a book。 括弧は reading と to read がありますね。 She finished、 この後ろにつくんですね。 finish、 enjoy の後ろには動名詞が来るという規則がありましたから、ここでは reading を選んで、She finished reading a book. 彼女は本を読み終わりましたという英文になります。四角の3番です。2つの文がほぼ同じ意味になるようにしましょうと、ね、ほとんど同じ意味の文章を作るんですね。括弧1番、 He likes to go to abroad、ね、He likes to go to abroad、彼は外国に行くことが好きです。この不定詞の部分を動名詞にして、 He likes going to abroad. He likes going to abroad. こうすると Well, he likes to go to abroad. ほぼ同じ意味の文章になります。 He likesGoing to abroad. To go の部分が going to に、ね、なりましたね。To go が going、ね。To go to, going to. こうなります。括弧2番。Speaking English is difficult. Speaking English is difficult. 英語を話すことは難しいです。こういう英文ですね。この前の部分、Speaking English。これ、英語を話すことというのを今度は動名詞を不定詞に変えて to speak English is difficult. To speak English is difficult. こうすると speaking English is difficult とほぼ同じ意味の英文が完成します。よろしいでしょうか。今回は動名詞
名詞を使った問題、この練習問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。